奥、道後さんは、愛媛阪神フェリーが運行していたフェリー。愛媛阪神フェリーの第3線として、高知重工業で建造され、1976年2月に、神戸今治航路に就航した。来島ドックとの共有線。本線の就航により、奥、道後には、ダイヤモンドフェリーに要請された。1998年、 ミホ海運の撤退によりホワイト3ポー2が譲渡されたため引退した。その後、海外焙煎され、ギリシャのメッド、リンクラインズでマリア G となり、1998年7月にブリンディジ・イグメニツァ・パトラチェッシュメ航路に就航した。2004年エンデバーラインズに売却され、エリティとなった後、イタリアのマリタイムウェイに要戦され、パトラ・エグメニツァ・ブリンディジ航路で運航された。 2006年以降はエンデバーラインズで運行されたが、2012年にエンデバーラインズが倒産したため、ピレウスで形戦された。その後、ロマントシッピングに売却され、クレジンラインズがピレウスレシムノン航路で運行した。2014年9月以降は、機関故障により形戦されている。愛媛阪神フェリーエンデバーラインズ船体上部に設置された奥、道後さんと、 船名が書かれた巨大な看板が外観の特徴となっていた。旅客を重視した設計だった全船と比較して、車両搭載能力を重視した設計とされ、上層の車両看板にも車高のある大型車が搭載可能となった。また、その後、瀬戸内海航路に就航するフェリーで標準的となった車両看板側面に連続した開口部を設ける構造を採用した。 船内設備はやや簡素化されたが、1981年に中距離航路としては、異例の豪華船として就航したホワイトサンポーニが同航路に就航したため、多少のグレードアップが図られた。後に船室を船尾へ増設する改造を行い、総トン数と旅客定員が増加した。1 9 8四年六月九日、二十時十三分頃、松山港から、 今治港に向かっていた元船は、来島海峡の西口、来島海峡航路、第2号東部標から北東に、約100メートルの地点で、貨物船、第7、双葉丸と衝突した。第7、双葉丸を、右舷側から追い越そうとしていた元船が、航路に合わせて、右転した第7、双葉丸に接近、本船の左舷側船尾が第7、双葉丸の右舷側船尾に、 前方から約15度の角度で衝突した。事故原因は、第7、双葉丸を右限後方から追い越す体制にあった、元船が、第7、双葉丸が、航路西口で、右転することを考慮して、追い越しを一時中止せず接近したことで発生したと、された。ありがとうございます。